空手を始めて15年から20年ぐらいになるけど、空手から学んだことは、まあ礼節、礼儀と節度、まあ一番は何事にも屈さない根性とか力強さとかパワーとか、もう俺なりの男としての生き方を空手で培ってきたかな。そこが大きいんかな。まあ俺は沖縄剛柔流っていう流派をやってて、その沖縄の伝統器具がタンデの器具チーシーっていうのをう毎日もう365日欠かさず、重い棒の先端にコンクリートついてるやつをこういう風にトレーニングして、でそれから突きと、まあ、肩と、まあ、それから道歩いてる時なんかも、まあ、普段も硬いものコンクリートとか、まあ、そういったものをちゃんとこう拳鍛えるためにこう突き込んで鍛えてるかな。日々鍛錬やと思ってる。空手から見た人生の捉え方、まあ、それをこれ最後に持ってきたのも自分の人生、空手で人生の捉え方を学んだというか、で今でもそれは役立ってるし、まあ、何かって言ったらやっぱり戦い、人生は常に戦いで、まあ、特に俺の人生なんかいろんなこと、まあ、たくさんあるけど、辛いこと、きついこと、まあ、根性で乗り越えなあかんことたくさんあるけど、全て戦いやから、その戦いに負けたら先には進めないし、そうやな。だから俺にとって人生は常に戦いです。先生がいなくなってリボーンズは大きく変わったけど、これは別にリボーンズにとって悪いことじゃなくて、むしろなんか生まれ変わったんじゃないのかなって。リボーンズはその名の通り何度でも生まれ変わるし、これからどん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 大きくなっていく。俺にとってリボーンズは武器であり宝物かな。みんな元気？配信に関しては直感で、まあ俺も始めてみて、まあ一番嬉しかったのは自分にこんだけ、自分が音楽をやってることにこんだけこう魅力を感じてくれる人がいるっていうのをもう生で実感することができて、んでみんなとファンのみんなと直接こうやって進撃に向き合うことができて、まあ、それが俺が一番配信を始めて良かったなって思える部分かな。まあ、この先配信、どういう風にしていくのかまだ決めかねてる部分はあるけど、でもどんな形であれ、ライブ会場でもいい、 YouTube でもいい、みんなとこの先も、向き合っていけたらなと。配信で出会ったファンのみんなにも楽しんでいただけるように活動していけたらなと俺は思ってるかな。まあ、音楽はどこにでも溢れてるものやと思うし、こうやって自然の音だってあるわけです。どこにでもある音楽、いや音楽はどこにでもある。でも俺たちが目指してるところっていうのはこの音、そして俺たちの頭の中に流れる音楽、音をみんなの感情に、心に直接エフェクトさせていくところにあって、目指していくところはその俺たちの中に流れる音楽、みんなの心に響いた音楽をそのまた先のより多くの人に届けていくことかなって俺は思ってるかな。これからリボーンズがどうなっていくのか、俺ケンシロウがどんな人生を送るのか、俺を信じて、リボーンズを信じて、この先も
ついてきてください。それじゃあ皆さん、またの動画でお会いしましょう。 See you guys later. バイバイ。いろいろ変わったと思うけど、いろいろ変わったと思う。